自衛隊を退職したらもう肉体労働や警備員しか行く先がないと思っている人もいます。しかし実はそんなことはありません。それどころか自衛隊での経験が大きなアドバンテージとなるのです。なぜなら日々の訓練で正確なコミュニケーション能力やマネジメント能力が鍛えられているからです。今これらの能力を持っている人材が IT 業界で不足しています。 IT 業界ではプログラミングができればいいと思われがちですが、実際の仕事ではコミュニケーション能力が必要な場面が多いのです。そしてプログラミングなら後からでも勉強できますが、これらの能力は後から身につけようと思っても難しい。つまり自衛隊を退職後の進路には肉体労働だけでなく IT 業界へと進むことができるチャンスがあるのです。とはいえプログラミングの勉強なんてできる気がしない。そんな方へ情報省隊出身の元自衛官が自衛隊の市長向けプログラミングスクールを開講いたしました。そこではプログラミングを習得するのに必要なノウハウを身につけることができます。壁を乗り越えるための道は用意されています。新たな道へ進む自衛官の可能性を信じて、まずは概要欄のリンクから無料説明会にお申し込みください。